どうもあきらです。今回は今流行ってるバウンディさん、藤井風さん、名取さんの共通点について解説したいと思います。結論リズムですね。リズムの取り方が超おしゃれな人たちかなと思っております。実例なんかも交えながら解説していきたいと思います。まず名取さんからいこうかなと思うんですが、名取さんってオーバードーズとかこの曲はまあ早いですけどもね、こういう、リズムの取り方をしてます。リズム感がこうかっこいいだけじゃなくて、ふわりっていう音符をドレミアソラシドをこのリズムの間のどこに置くかみたいなので、歌のメロディーでもリズム感ってあるんですけど、まあ独特というかラップではないんですけどね、たくさん文字数を入れるのが名取さんかなと思います。フライデーナイト行き詰まって時が経った、ここがまだ再度もわからないけれど、ありふれた夜の真ん中で逃避行は歌えないですね。今聴いていただいた感じ、ちょっとこう馬がパッカパッカみたいなリズム感だったりとか、ふわりですね。あーバカみたいに愛し合ってさようなら、ふらりな夜に足らないものに、いつまでもすがりついてっていう、まあ僕体くにょくにょしながら歌いましたけども、こういうリズム感が名取さんの特徴かなと思います。じゃあ続いてバウンディさんも花占いって知ってますか？この曲も早いんですけどね、普通に街のこれだったらなんか普通の曲じゃないですか。よくある J-POP だなと思うんですけども、街のギターで言うとアップストロークの部分なんですけども、リズムを食ってる感じですね。こうすることでこう疾走感も出ますし、でおしゃれな感じも出せますね。わかります？この感じちょっと伝わってたら嬉しいなと思うんですけども、まあ、この曲に限ってはですけど、東京フラッシュとかもそうですよね。東京フラッシュ君の目が覚めたらどこへ行こう、どこへ行こう、変わらないよ東京フラッシュ、君の手を繋いだらどこへ行こう、どこへ行こう、変わらないよ東京フラッシュ、っていうね、やつですけども、ちょっとパッカパッカみたいなリズムを使ってる曲になります。最後に藤井風さんの特徴、まあ藤井風さんもですね、僕の中ではもうテンションコードっていうのの使い手かなと思いますけども、過去に他でも出したんですが、死ぬのがいいわっていう曲があるんですけども、湯吹きで玄満ほらでも吹いたら、ありでもなんでも飲ませていただきまんで、テンションコードっていうのを使ってて、でこれでしょ、でこれもテンションコードやし、全部テンションコードですね。こういうおしゃれなコードを使って、でしかもリズムもおしゃれですよね。じゃーんつくつじゃつじゃーんつじゃーん、藤井風さんも扱ってるコードもリズムもめっちゃおしゃれという感じですね。今出した名取さん、バウンディさん、藤井風さんってやっぱりリズム感がすごいおしゃれやし、しかも全員ですけど20代前半とかそれぐらいのね方なんですよね。何食ったらそんな天才になれるんか分かんないですけども、今の天才たちの特徴を僕なりにですね、昭和のおじさんがちょっと解説をしてみました。誰向けの動画かよく分かんないですけども、もしよかったらね、あそういう感じで特徴があるんやな、へーっていう感じで取り入れられたら、あ食った方がいいねんなリズムはみたいな、なんか椎名林檎さんとかね、それを10年前ぐらいからやってますけども、まあ、語り出すと止まらないんで今日はこれぐらいにしたいと思います。僕のチャンネルでは普段はアコギ初心者さん向けの情報を中心に発信しております。概要欄のところにアコギ初心者の教科書っていう本当基礎の部分を解説した1時間ぐらいの動画、期間限定でなんと無料でお配りしております。もしよかったらぜひゲットしてみていただければなと思います。でまたチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。最後までありがとうございました。アキラでした。